日本のものづくり産業に寄与し続けて100年以上の歴史を持ち、その発展を支えてきた企業があります。今や国内のみならず、世界中でその製品は使われ、グローバルに展開しています。うちの会社の場合は世間のトレンドと全く正反対で、工場の現場っていうのはものを考えないで、なるべく仕組みとルールに縛られた中で1秒でも早くものを作る、正しく作ることを求められるんですけれども、うちの現場は仕組みやルールをどんどん減らして自分で考えることを重要とさせている。そういう意味では物事を考えることが身についてくると楽しい職場になります。三ノ橋グループは埼玉県に本社を置き、国内には6拠点、東北三ノ橋は丸森町に工場があります。海外には9つの拠点を展開し、全従業員は500名にもなります。戦後の自動車産業の発展とともに成長を続け、世界で一番硬いボルトを製造するなど、その技術力は世界トップレベルです。メーカー問わず、国内の多くの自動車には東北三ノ橋の製品が使われています。当社の使用する部品というのはほとんどが自動車向けの部品になります。で、特に、メインになっておりますのが重要保安部品と呼ばれる部品で、重要保安部品というのはひとたび欠損があると、即人命に関わるというジャンルと、重要な部品ですね。部位としてはエンジンと足回りがほとんどメインの部品になります。人命にも関わる重要な部品を製造するということにやりがいを感じ、若手社員の方たちも意欲的に仕事に励んでいます。私は今ボルトの製造の一番最初の工程を行っています。基本的には機械のオペレーターや測定などを行います。ボルトの製造はとても工程が多く覚えるのが難しいので、それを覚えた時に一番やりがいを感じます。冷感圧造という製造をやっています。一本の母材から、ネジの大元となる形を作る部署です。同じようなものをずっとやり続けるってわけじゃないんで、作業は似てるんですけど、一本一本違うやつを作ってるので、そういう部分では日々楽しく仕事できるんじゃないかなと思います。また女性社員も多く、緻密な作業を担っています。明るく活気あふれる職場です。私が所属している部署は検査というところで、検査をして梱包しているところです。納入指示があり、期限があるので、お客さんに間に合うように作業をしています。人も優しくて、で、分からないことがあったら教えてくれるので、とてもいい雰囲気だと思います。長島社長は失敗を恐れず挑戦する積極的な人材を求めているといいます。失敗しなさいという教育をしてます。失敗をすることで、それを恥ずかしいと思わないことが次のステップに進むための大事なポイントだと思ってまして、どうしても日本の社会は失敗させない、失敗したら恥ずかしいという方向に行きがちなんで、そこはすごく僕の考えとは違うところですね。こういう言い方が正しいのかは非常に微妙ですけれども、僕は日本国民のため、日本国家のためという思いがあって、我々みたいな技術を用いる会社が日本国内に存続することがすごく大事だと思ってまして、で、当然若い人たちはそれの担い手になっていただきたいものですから、我々今200年企業を目指して頑張ってますが、そういう技術をきちっと日本のために学んでくれる人、発信できる人、そういう人を期待してますね。東北三ノ橋は200年企業を目指し、共に世界に挑戦する仲間を待っています。